妖怪言葉返し、それってあなたの感想ですよね、を神様の力で振り切る。妖怪言葉返し、 That's your opinion. Solve your nonsense with the power of Japanese gods. 右の方を殴られたら左の方を差し出しなさい。 If you are hit on the right cheek, offer the left cheek.日本では子に反撃されイラッとする親が増えています。代表的なのがひろゆきさんのそれってあなたの感想ですよねです。 That's your opinion. Solve your nonsense with the power of Japanese gods.早く寝なさい。それってあなたの感想ですよね。ゲームは1日30分。それってあなたの感想ですよね。そんなんしたらお父さんみたいになるよ。待ちなさい。Parent, go to bed early. Child, that's your impression. Parent, play games for 30 minutes a day. Child, that's your impression. Parent,If you do that, you'll end up like your father. Child, good night. 実際、上の漫才のように上手に落ちないのが現実です。そこで、ここを一つ神様に助けてもらいましょう。いつものように、妖怪言葉返しに仲介してもらいます。ゲームは1日30分。それってあなたの感想ですよね。右の方を打たれたら左の方を受けなさい。それってイエス・キリストさんの感想だ。世界23億人のフォロワーがある。ものすんごい良かったの感想やで。だからクエストや。It's my おお、フォロワー23億人の重み。おやすみなさい。ありがとう、キリスト教の神、イエス様、そして神道の神、妖怪の言葉がいい。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。23億人は絶対に目指せません。We'll be right back.